岩手グルージャ盛岡のスターティングメンバー確認しておきましょう。ゴールキーパーが丹野健太です。ディフェンスラインは右から石田、田代、甲斐、新保という4バック。中盤にリー・ヨンチと藤村蓮、そして2列目ですが予想では右に鏡、真ん中和田、左に南、ワントップに宮市と予想しています。奈良クラブは前節と同じメンバーできました。ゴールキーパーが岡田慎二、ディフェンスは右から津波、伊勢、鈴木、加藤です。中盤の底に堀内、その前に中島と山本、そして3トップ、右に西田、左に嫁坂、そして中央に浅川隼人。浅川は現在 J3 で得点王争い2位タイ、10ゴールを挙げています。南、D4 次、藤村、前を見る、宮市がいる、胸で落とす、宮市、そして右サイド追いついて石田、ダイレクト、和田、右足、一つサイドを使って、そして最後はチームナンバーワンスコアラー和田雅史、石田のダイレクト、そして和田走り込んでのシュートでした。さあここからの組み立てはどうか。堀内からもう一度ディフェンスラインを使います。そしてグランダ縦に合わせる、ヒールでつなぐ、嫁坂フリーで受ける、嫁坂シュート決まった。先制点は奈良クラブ。慣れ親しんだこのスタジアムで嫁坂翔太が決めました。今シーズン4ゴール目、大きな大きな先制点、奈良クラブが奪いました。ヒールの落としに受けて、そしてフリーで受けて左足、さあ大きな1点、まず奈良クラブに入りました。1点を返すだけに終わってしまった奈良クラブ。さあその奈良クラブがシンプルな、ここはダイレクトパスを回してきました。そして最後のシュート、丹野がうまくここは対応しました。左サイドからの攻めを使っていけるかどうか奈良クラブ。一旦ボールをつかせます。左サイドバックの加藤、中央堀内、堀内から縦右サイド、フリーの西田、西田切り返す、ラストパス送るか、中央で山本、丹野だ。最初のチャンスは奈良クラブです。まずは同点ゴール奪いたい岩手グルージャ盛岡。下がって藤村、そしてこの辺りもう一度藤村から縦、オタボーケレスの抜け出すか、オタボーケレス、キーパーと一対一、右足決まった、同点ゴール。オタボーケレスとリーグ戦初ゴール、1対1、岩手が追いつきました。天に向かって両手を突き上げたオタボーケレス、21歳、このワントラップ、キーパーとの1対1、落ち着いて右足、津波を振り切って、そして岡田の動きを見ながら右足、1対1、岩手が追いついています。さあ酒井エリアに入る、自分で行く、石田スライディング、こぼれ球つないで奈良クラブ、チャンスにシュートできた、タンドキャッチ。水野が蹴る、高いボール、キーパーパンチクリア、松原、オタボケネス、オタボケネス、クロスは来るか、ゴール前、中野のシュート、こぼれ球、左足のシュートは枠を捉えない、シンボのシュート、中村敦孝の右足、跳ね返ってきたところ、シンボがいましたが、さあ前を向いた奈良クラブ、ヒールでつなぐ、山本からラストパス、これはどうか、キーパーが出る、丹野が出ました、オフサイドギリギリというところ、仕掛けていきました。防がなくてはいけません岩手グルージャ盛岡。水戸、
走り込んでくる、ゴール前混戦、シュートはどうか、選手が当たってオタボーケルスト、シュートはポストの左だ。ただワンタッチあったか、ワンタッチありました。コーナーキックです。呼吸を整えてキーパー岡田、ここでタイムアップ、試合終了のホイッスルです。岩手グルージャ盛岡対奈良クラブ1対1、両チームともに勝ち点1。岩手グルージャ盛岡、そして奈良クラブ、死力を尽くした一戦は1対1、ドローに終わっています。